はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、折々の神々というカードはご存知でしょうか。まあご存知ないですよね、すいませんでした。レガシーパックさんの謎カードでして、これなんか生成したらロイヤル出たんですよね。はい、でこれどういう効果持ってるかっていうと、これまあまあまあの運ゲーカードなんですけど、一旦に一度自分のメインフェーズに裏が出るまでコイントスを行いますよと。で表から出た回数2回につき1枚自分ドローして、で、こいつがモンスターゾーンに存在する状態でコイントスを行うたびに、コインが出た、数1回につき一度打点が倍にどんどんなっていくっていう。だからコイントスをめちゃくちゃいっぱいするデッキだったら、だからどんどん打点が上がるし、まあ、ワンチャン表が出続けることがあれば、もうひたすらにカードドローできるっていう、なんかすごい強いそうなカードなんですよ。コインが表を操作できればね。だからもうほんとイカサマコインとか使えればめっちゃ強いんだけど、これ OCG で使ったらめっちゃ強いんですよ、これ多分。うん、マスターデュエルってズルできなくて、スキルとかもないから、デュエルリンクスっていうゲームだとスキルあって、スキルでなんか絶対コイン表になるみたいな、なんかやばいスキルあんだけど、なんかそういうのがないから、ちょマジでインチキするのクソむずいんですよね。で、今回オリオンの神々っていう、まあ、このカードを使ってね、活躍させていきたくて、じゃあどうやってやっていくかって話なんですけども、コイントス、もうマルチ番の効果は別にどうでもよくて、2番の効果でコイントスをすればするだけどんどん打点が上がるんですよ、これ。なんで、これ自分のコイントス効果じゃなくてもいいんで、なんで、オリの神々を並べた上で、他のコイントスをするカード。はい。とかでコイントスをして、本当にこの謎のイケメン、この謎のイケメンでコイントスをして、で3回表が出たら倍の倍の倍で8倍になるんで、打点が、打点8倍ですよ、2倍4倍8倍なんで。コイン3回持ってた段階でもう打点8倍だから、だからもともと打点上げといて、団結の力とかで、ほんで打点を、8倍にしてめっちゃ打点上げて、まああとわかるな。うん、ちょっとやっていきましょう。オリオリの神々救済していきます。デュエルスタンバイ。いやー、オリオリの神々さんなんか実装されたる時にさ、カタパルトタートル生きててほしかったんだよね。もうオリオリの神々のデッキは OCG の情報出た段階から作っていて、もう完成していたんですが、なんかその時はカタパルトタートルがを使える前提でデッキ組んでまして、なんかカタパルトタートルがなぜか、禁止になった後にオリオリの神々が実装された関係で、ちょっとデッキを練り直さなければならないという事件がですね、起きましてですね、はい、これ最近の出来事なんです。最近の悲しかった出来事ナンバーワンなんですけど、オリオリの神々のデッキ、そういえば作ったなと思って、昔の自分のデッキ、アサレに行ったら、カタパルトタートルが禁止で、マスターデュエルに持ってきたら使えなかったっていうね。カタパルトタートル返して、マジでカタパルト返して、本当に何をカタパルトタートルが何したって言うんだよ。先行ワンキルを量産したって、じゃあ禁止か。っていうね。あれはちなみにまだマスターディエルには来てないんですけど、タキオンが強化されるんですけど、その時に実装されるなんかセブンスタキオンっていう、マジ1枚今なんか3000円くらいするガチでやばいカードがあるんですけど、なんかクソ汎用サーチカードなんですけどね、エクシード召喚しかできなくなる代わりに、なんか大体何でもサーチできるみたいなさ、モンスターを何でもサーチできるみたいなカードあるんですけど、あれがですねちょっとね良くなかったんですよね。簡単にカタパルティングタートラーをねちょっとサーチできてしまいましたね。めちゃくちゃ簡単にワンキルできなっちゃって、本当にすいませんでしたって感じなんだけど、ほんとセブンスタキオンさん、マジでカタパルトタートルに謝って、とりあえずイゾルデ君の効果つけましょう。ちょっとそろそろ真面目に解説するか。まあ、今回何をやっていくかっていう話なんですけど、オリオリの神々っていうモンスターが、まあ、これ多分デッキの解説のパートで多分説明してんじゃないかと思うんだけど、さすがにちょっと頑張れよ編集中の俺。オリオリの神々っていうモンスターがね、とにかくね運ゲーなんですわ。運ゲーで打点上がるみたいなカードなんですよ。運ゲー打点上がって、運ゲーでなんかコイン表になったらドローするみたいなカードなんで、もうとにかくね運ゲーを仕掛けるのはバカバカしいじゃないですか。まあ、運ゲー仕掛けるのも面白いんですけど、その運ゲーをなるべく運ゲーではなくすという、まあ、そういうコンセプトにしてまして、はい、でとりあえずですね、これでね、ガンキャノンショットっていう意味不明なカードを持ってきますと、はい、いや意味不明です、これは本当に。
で、まずセレーネを出しまして魔法使い族を含むモンスターで、で、コースじゃないですか。で、セレーネの効果を使いまして、先ほど、週末で落とした、モンスターを特殊召喚しまして、で、サモンプリーストで俺タケミツ、これタケミツじゃなくてフェニックスギアブレードでもいいんですけど、フェニックスギアブレードにすると装備カード1枚引いた瞬間になんかこのギミック停止するんですよね。だからちょっと装備カード多めに入れて、あの1枚引いても OK の状態に今してます。はい、こうしておくことによって一応すべきケアみたいな感じです。はい、装備カードは4枚プラスの中のフェニックスギアブレードじゃなくて、タケミツにするのがソリティア的には結構いい感じで、最強モンスターと、まあ、最強モンスターと最強モンスターを特殊召喚3体して、で一旦ニビルケアで出したアポロウーサは過去ニビルケアクソ遅いを変換しジーランティスにして、ケアみたいな顔してたやつを、まあ、実際全然ケアじゃなかったんですよって発信をしてジーランティス出すと、はい、で、はい、まあここまではテンプレームーブだからな実際で、魔導坂勝利裏守備、G ランティス裏守備で出せるのマジで偉くてね、リバーステーマ結構救済できるんでね、ほんとあのマスターオブハムとかいうクソモンスターやらで、ね、よっぽど救済してるよリバースモンスターをマジでマスターオブハムとかいうモンスター、まあ勧誘語あったら別なんだけどな。でリンクディサイブル出すじゃないですか。はい、でリンクディサイブルを出しまして、でファイアウォールガーディアンの効果発動してもう一回で、戻ってきますよ。で、リンクディサイブルの効果発動してフィールド上のモンスターリリースして1枚ドローして一番下にカードを置き、で、バレルガード出しに行く。バレルガードもマジ一番誰やねんバレルモンスターじゃない。バレルソード、バレルロードはめっちゃ出ると思うけど、バレルエンドとかバレルガード出してるやつほんとマジで見たことないから、本当にこいつは誰っていう話ある。で窓坂処に行こうか。で一番下に今あの魔法トラップ送り込んどいたんで、あのデッキの中のカード全部墓地置きます、あの墓地送れます。ちなみにこのエフェクトマジで長くてクソだるい。今までのさエフェクトマジで神だったのにさ、返してくれよ。あのなんかさ芝刈りとか打ったらさバラララってカードめっちゃ落ちるあの感じ、あとガンドラとかの効果使ったらなんかめっちゃ全部一気に除外されるあったじゃん。なんかこれなん5枚ずつ除外、何除外されたりなんか墓地送られるのマジキモいんだよあれ。いやーもう投げマジ、このエフェクトほんまに投げ、いい加減にしろ。よし、とりあえずガンキャノンショット来た。そしたらまずですね白雪の効果使いまして、とりあえず墓地のモンスターを除外して、まあ、この辺はまあ別に適当でいいんだけど、はい出すじゃないですか。はい、でとりあえず一旦、デストルドを出しましてですね、はい、でチューナーでしょ。でこれ本当に誰やねん出すんですけどマジで誰やねん出すんですけど、これヨルズ号とかいうマジで誰やねん出しまして、はい、でヨルズ号さんの効果発動します。自分の墓地のプランドロールカード回収しながらペンデュラムスキルに置かれます。はいマジ誰だよなこれ、ちょっと後で使うから説明するわ後で。で、ソルキウスの効果、ガンキャノンショットを墓地に送りつつ、自分も特殊召喚自分の墓地からね。はい、よいしょ。ほんで一旦もう一回白雪出しまして、オリオリの神々活躍させるための準備あまりにもえげつない時間かかるんだけどちょっと手間かけすぎじゃない。で白雪を巻き込んで、セレーネ出すでしょ。はい、で、セレーネの効果発動して、あちょっと黙れ。でセレーネ効果発動してですねサンドギャンブラーっていうマジで本当にこれも誰みたいなモンスターいるんだけど、これ出しまして、はい、でこれコイントスなんか3回成功するとサンダーボード出ます。でフェアリテール白雪の効果使いまして、これでですねフィールドのモンスターとかを巻き込みながら、まあこれはなんかなんでもいいな、ジャイアントレックス先巻き込めばどうでもいいので、まあ、この辺でいいか。はい、でこれ除外して、はい、あちなみにね、オリオリの神々のコイントスってね、あの自分がコイントスせんくてもよくて、なんかコイントスが行われればいいんですよ。コイントスが行われて、でコインが表であれば打点は上がるんで、はい。で、2体のモンスター使ってデュガレス出すでしょう。はい。で、デュガレス効果発動して、オーバーユニット2個使って、自分の墓地のモンスター特殊召喚できるんで、
これで、最強モンスターあるじゃないですか。なぜか謎にロイヤル当たったんだよな。謎にロイヤル当たりました。はい、意味わかんないですね、すいません。なんか謎にロイヤル当たりました。でこうして天照のコーディネートだじゃないですか。ほんでですね、リンネリウサンサーラの効果を出します。サンサーラの効果発動して、レベル8の、レビオニア回収して、でレビオニアの効果で、光属性のモンスター3体除外すると特殊召喚できて、で光属性3体除外してると自分の墓地から好きなモンスターなんでも特殊召喚できるみたいな効果あるんで、これでレビオニア特殊召喚でレビオニア効果発動する。で自分の墓地から地底王の先兵出す。でレベル8のモンスター2体でオーバーレイしてインフェクションバールテーブル。オッケー、やべ、そ60秒しかない。普通に回してんのに普通に60秒しかない。やばすぎ。で団結の、うわー、アルティメット団結、よし。でこれで、白雪の効果使って、で打点上げてやめる、ちょっと時間ないからちょっと早めに動かしていきましてですね、はい、これで折々の神々の打点がえげつねえ打点になるから、いくつだ今、8、5、5波、4000上がって4100キャで、サンドギャンブラーの効果、うお、ガンキャノンショット、チェーン発動、うお、このコイントスは全て表として扱う、うお、3枚表、キュイー、あ、でフィールド上のモンスターなんでサンダーボルトできないんですけども、オリオンの神々の打点が上がれて、うお、32800。ちょっと新たにトークンをあげます。はい、これだけのために採用された謎シンクロモンスター、そして天照のコーディアの効果発動、ちょっと回収、あ、なんか強そうなモンスターいんな、そいつ強そうだな、殺すか。なんだこのゴミデッキ。オリオリの神々ちょっと実装されるの遅すぎたって、絶対マジで腹立つな、使えなすぎる。手札抹殺だと、なに、手札抹殺だと、ライドロードか、何これ、何がしたいのこの人。さあリンク、リンクさん、セレーネ、はい、どうぞ。セレーネ、セレーネ来た、アルティメットセレーネムーブじゃん、アルティメットセレーネムーブ、セレーネ、セレーネ、リトルナイト、はい、どうぞ。でリトルナイト効果、はい、飛んだ、謎に飛んでいった。なんかリトルナイトが飛んでいった。トランザクションロールバック、はい、対象が、あ、はいはい、あ、おじまトークン送りつけられました、ありがとうございます。何がしてんだこいつ、セットマジでわからんな、なんかとりあえずおじまトークンだけ送りつけられたわ。でパーファレルで戻ってくる、でなんか謎にカードめっちゃ除外されました、どっか行きました。で白雪が、飛んできます、どうぞ。マジで何これ、どういうこと。何これ、何がしたいの彼は、彼は何がしたい。トランザクションロールバック、はい、あ、またおじゃまトークンをいただける、おじゃまディオ来た、おじゃまディオでトークンがいただけました。宇宙の収縮、お互いのフィールドのカードがそれぞれ5枚以下の場合、このカードが魔法の保存に存在する限り、お互いのフィールドに存在できるカードはそれぞれ5枚までになる。キモ、キッショ、え、やべ、何も聞かんねん。ちょっと待って、え、俺なんかこれでリンク召喚とかできるやついねえの、これでリンク召喚とかできるやつおらんの、俺やばい、全部効果モンスターとか書いてあるからやば、いや、汎用リンクモンスターおらんくて、くさ、エンドだけど、え、あなたドローページをスキップ、ドローページをスキップされたところでこれ何が起きるんだ、ちょっとエンドフェイズ、え、これ待って待って、相手これどうやって勝つの。これ相手どうやって勝つの、これ自爆特攻はできねえか、自爆特攻はできねえからどうしようもねえんだよな、エンドフェイズ、これ待って、マジで相手これどうやって勝つの、これなんかこれでバーンダメージ食らわせるとかじゃないんだ、え、待って、ちっていうかこれさ、ファーファレルでさ、これ吹き飛ばしたらいけんじゃない、これファーファレル君大活躍説ある、ファーファレル君の効果でこれ、これ1個どかせればこれワンチャンありますよね、あれ、
これトークン消えたからカードを1枚出せるぞあこれワンチャンあるかマジで、これワンチャンあるマジ。なんかモンスターゾーン1個開いた、奇跡の。相手どうやって勝つか知らないけどモンスターゾーン開いたらワンチャンある。これわかんないわかんないわかんない、ナイスナイスナイス、わかんない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 、やめてやめて、わかんないわかんないわかんないから何したいのこれして。あーエンドフェイズ来た、やばい、わかる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 、マジでわからん何起きるんだろう、絶対絶対これはガチで。あ団結来た、団結の力来た、団結の力は草。待ってこれ団結したらさ、これめっちゃ盾上がるんじゃない。これ団結してマスカレーナを殺しに行くムーブ見せて、そしたらマスカレーナリンク召喚するしかないよね。これ攻撃表示にするで、待って、光闇いないんだよな、光闇いないから、光闇いないですよね、光闇いないとレビオニアの方があんま強くつかないので、まあ、これ一応セットするしかねえか。これで団結の力、あ団結の力って表が表示だけなんだ。なるほど、バトルフェイス、あーなるほど、え通るの、えどういうこと、待ってわからんわからん、何これどういうこと、これ何このデュエル